こんにちは、ジャクソンソルトテッサーの大塚です。今日はバチ抜け攻略ということで、ジャクソンのあのニョロニョロとウニョニョなどを使って釣りをしてみたいと思うんですが、今時期的には4月の下旬で、ちょうどあの1、2月、3月の川のニョロニョロっとした大きいバチから高温部、塩分濃度の濃いですね、そういうエリアで発生するトリックバチ、クルクルバチ、こう遊泳力を持ったちっちゃいバチなんですけど、それを、捕食しに来るシーバスを狙って釣っていきたいと思います。潮回り的には今日は大潮の後の中潮2日目ですね。なのでまあ期待できるかなと思って頑張ってみたいと思います。よろしくお願いします。トリックバチ、クルクルバチはあの川バチと違って結構遊泳力があるんで、シューシューとあっち行ったりこっち行ったり、なので結構あの流すっていうよりは結構そのボイルが起きたところを打ったりとか、あんまり川と違ってあの流れに流してっていう感じじゃないんで、結構その表層の引き波系が結構メインになってくると思うんですけど、このあのニョロニョロはあのシンキングなんで、あのそのままやってるとちょっとレンジ入るんですけど、まあ、その辺はあのロッドを立てて、うまくロッドを立て気味して引き波を出してレンジを調整して釣っていきたいと思います。で、川バチはあのやっぱ大きいんで、流れに対して結構大きめなルアー、あの125とか105メインで使うんですけど、後半のこういった運河とかこういうバチの方は85を結構メインで使います。で、普通にリトリーブするとあの沈むので、ちょっとロッドを立て気味、結構立てますね、立ててスーッとこの引き波を出す感じですね。ほんと水面直下、まあその時々なんですけど、もうこの引き波系でバチバチ出てくれればもうこういった釣りでいいんですけど、まあちょっとあのレンジを入れたり、特にこのコワンバチってあのレンジにすごいシビアで、本当にこの5センチ以内とかもうそれぐらいで全然この食わない、結構釣り負けちゃったりとかもいろいろあるんで、もうその日にアジャストさせて、その日のね様子に合わせるのが大事です。ウニョウニョも使ってみますか。ウニョウニョもこのシンキングなんですけど、まあ、やっぱりソフトマテリアルなんで、そういったちょっと波動の違いと、あとはちょっと振り幅がね少し大きいんで、ロールとちょっと振り幅がニョロニョロに比べて少し大きめですね。これもやっぱロッドを立てると引き波っぽく引いてこれます。ロッドが水平なのかちょっと上げる気味なのか、これちょっとこの角度だけで全然レンジが変わってくるんで、本当にその数センチでこのバイトゾーンがかなり違うんで、いろいろこう試してみてください。あと結構ニョロニョロとか 6g とか 9g とか軽いんで、あの P ラインは 0.8 とか、別に擦られるとかないんであれば 0.6 とか細めの方がいいですね。それであとリーダーなんかも3号とか細めにして、あとこのスナップも小さめの0番とかつけてます。そうするとアクションが破綻しないんでバランスいいと思いますね。まあ、ただ1号とか1号だったり4号とかでも全然大丈夫です。まあ、特に川バチとかなんで全然大丈夫です。ロッドがですね、今年の新作かな、オーシャンゲートの JOG900MLK シーバスですね。これはまあもともとクロノタイドっていうのがあったんですけど、そこからあの新しくねオーシャンゲートシーバス出て、そのオーシャンゲートシーバスからさらにこのあれかなモデルチェンジして
かなりこのコスメもこのかっこよくなってシンプルで使いやすいですね。それでバチ抜けもまあ L とかでもいいんですけど、まあ自分は ML ぐらいを好んで使ってます。ああそうですね、まあ、あのライズとかあれば分かりやすいですけど、ナイトがやっぱりあのちょっと流進寄りを狙ったりします。気温はあとはまあなんか高腕鉢は結構手前でもボイルが急に起きたりするんで、そういうとこをピンスポットでキャストしてすぐそういう釣りだったり、だからまああちらこちらですね。だから上から流すだけじゃなくて、これがだから結構川と違って、だから地合いは川鉢は結構短いイメージありますけど、高腕は結構2時間とかね3時間続くことが多いですね。あとバチはあのよくほら魚は結構明暗がいいとか言いますけど、特にね結構こういったポイントを間違わないで全域でねバチ抜けて魚もね入ってくるんで、特に明暗にこだわらなくてもいろんな広い場所でエリアポイントがあるんで足運びやすいですよね。よし、来ました。よし。よっしゃ。50ぐらいかな。よしよしよし。よっしゃ。ほいよーし。よっしょ。シュッシュ。ういやさあやりました。ニョロニョロ105ですね。やりました。ちょっとね、レンジ下ですね。まだ全然ライズがないんで、105で少しレンジ下気味にやってたらバックリハーモニカ食いですね。多分ねこの上げのタイミングなんかこの暗くなるタイミングで多分入ってきた感じですね。バチを追っかけてるって感じではないですよね。だ魚はだから確実に入ってくると思うんで、ただバチも少なからずほら昨日一昨日も抜けてたんで、まあもしくはハクもいっぱいいるんで、ボイルはしてないけどハクを狙ってるっていうのもありますよね。今日はあの使っているルアーなんですが、ニョロニョロとウニョウニョです。それでニョロニョロはあの3展開サイズがありまして、8号と105と125の3展開あります。それでウニョウニョは1サイズで9センチサイズですね。それであのバチ抜けはあの川バチとあのニョロニョロっとした流されていくバチと、あと今日挑戦する高腕鉢、運河とかそういうところですね、そういうところのくるくる鉢に対応するというか、まあそれに向いてるルアーがこのウニョウニョ。結構ねあの振り幅が広くてロールが強くて、あのくるくる鉢とアクションが似てるんですよ。これがなかなかサイズは全然もう違うんですけど、まあレンジとかねそのアクションで、あのぜひ試してみてください。あと波動もね、あのこのプラスチック系ルアーと違ったソフトなね波動が出るんで、それもまた効くのかと思います。かといってまあ普通のね河川鉢も近距離戦で使えるんで、これいろいろ試してみてください。であと高腕鉢とそういう運河鉢のメインで使うもう一つが8号サイズ、こちらもねぜひぜひ。で川の方ですね、川鉢の方ではこっちの105と125がメインで使えます。そしてですね、まあ大体この川っていうのは、まあ僕の選び方としてはあのルアーのセレクトの仕方は大体ポイントの規模ですね。
で大体狭い運河とか小場所だったらこう8号とかうにょうにょで、大体河川だと風とか流れとか考慮してこういった105をメインに、まああと125をローテーションして使うことが多いです。まあね、ニョロニョロは昔からの名作なんで、皆さんね一つぐらいは持ってると思いますんで、いろいろねアクション試して使ってみてください。よろしくお願いします。ちょっとうにょうにょに変えてみます。結構ね、こっちの振り幅あるんで、こっちの方が少しアピールできるかなと。お、来た、来ました。よっしゃ、うお、結構手前でしたね。うほほ、楽しい楽しい。うん、よいしょ、よいしょ、はい、追加です。サイズさっきよりちょっと良さそうですね。あ、結構出てきましたね、クルバチが。この動きがなんとなく食いましたよ。いいよ、バレんなよ。おお、ちょちょちょ、いいよいいよ。まさにバチ抜けパターンですね。うーしょしょしょ、よっ、よっしゃ、よっ、やべやべやべ、よっしゃ。もう完全にさっきほら映像で見てもらったように、このうにょうにょの動きとくるくるバチのアクションがね、うにょうにょとリンクしましたね。まさにバチ抜けパターンですね。結構10センチ以内ですけど、ちょっとやっぱ少し早巻き、 早巻きまではいかないですけど、スーっていう感じで水面まではできらない感じですね。はい、今日はお疲れ様でした。今日はね、一日ね、公安バチやってみたんですけど、思ったほどこのバチが抜けず、ライズもそこまで
たまにしたんですけど、あんまりなかったんですけど、そのくるくる鉢が何匹か確認できて、それにまあ似合わせたウニョウニョが、まあ説明通りね活躍してくれてね、良かったです。まああとはね、最初のそのライズとかバチが湧いてない時はちょっとレンジを下げて、ニョロニョロの105がね連れてくれて、さすがあの125とかね、そこまでのレンジじゃなかったんで、まあうまくローテーションして、まあ渋いながらもね3本出たんで良かったです。でまあ多分今日のバチの数からするとまだね本番じゃないんで、これからどんどん良くなると思うんで、多分たくさん数もね釣れると思うんでね、皆さんニョロニョロウニョウニョ使ってバチ抜け楽しんでみてください。今日はありがとうございました。